ちは、インターン生の浅野です。第8回目に紹介するゲームはネバーランドシンドロームです。ネバーランドシンドロームとは SEEC 配信の童話ノベル乙女ゲームです。学校の視聴覚室で目覚めた主人公は記憶を失っていた。逃げ出してしまった自分の影を追いかける中でクラスメイトたちと出会うが、彼らは何か隠している秘密があった。夢と現実の中で忘れた心を取り戻す物語です。キャラクター紹介。ピーターパン、常識にとらわれずマイペースな王子様系。ティンカーベル、常識人で品のある優等生タイプ。ニブス、自分にも他人にも厳しい勉強家。スライトリー、ぶっきらぼうで一匹狼タイプ。トートルズ、影も体も薄い少年。ツインズ、何事も笑いで対処してしまうお調子者。物語の進め方。物語はチケット制で1枚で1話読めます。一度読んだストーリーはコインなどを使うと何度でも読み返せるようになります。ストーリーの中には選択肢があり、選択によってはすぐにバッドエンドになってしまうこともあるので、ぜひ読み返していろいろなエンディングを見てみてください。チケットやコインはログインボーナスやガチャ購入することで入手もできます。ネバーランドシンドロームのおすすめ。心に迫る物語に引き込まれます。心と向き合うことは辛く苦しいことでもあります。しかしそれができたとしたら、きっと今よりも強くなれるのだと思います。主人公の成長とキャラクターたちとの触れ合いにもどかしさと切なさを感じながらも、ずっと見ていきたいと思ってしまいます。愛情、夢、願望などの感情を自分自身と合わせながら読んでいくと、感動してついつい涙が出てしまいました。小さな勇気の物語、ネバーランドシンドロームおすすめです。